えっと、次が、国連の敵国条項ですね。敵国条項を持ち出してくると、えー。核武装の話をすると、パヨクの国連の敵国条項、これってどう反応すればいいんでしょうかということですよね。敵国条項に関わってるの、まあ、これ引っかかってるのは日本だけだとあなたは思いますドイツ、イタリアもそうなんですよね。で、ドイツとイタリアに核配備されてますよ、うん。もうこれで簡単に論破できるでしょいや、ですからね、 本当にね、日本のパイクってね、近視感的なんですよ。というか、あえてそうやってるんですけれども、その自分たちの都合のいいところだけ抜き出して、都合の悪いところは見ないように見ないようにしてるんですね。だからドイツとかイタリアとか敵国条項に引っかかってるんですけれども、この敵国条項に引っかかってる国にも、核兵器が配備されてるんですよね。で、その核兵器を持ってる国に対して、じゃああんたどう説明するんだって話ですよね。だからこういうね、 言われたら即言い返す。即ね、それは違うよっていうことが言える。これが大切なんです。で、そのために勉強することなんですよ。だから勉強っていうのはね、何も役に立たないわけじゃないんです。あらゆることを知ることは、あらゆる物事に対して理を正すことができるんです。間違った意見に対してそれを正すことができるんです。武器なんですよ。